どうも、天ぷらです。袴です。田畑です。しのみです。藤山に、いや、藤山以外の芸人に、いや、根立てすなわちのもにいたずらを仕掛けちゃいましょう。まずいたずらと言いますか、今日呼び出す口実は彼の靴ですよね。俺の靴と、え、これマジっすか。これと、ほい、ちょっと勝負しようや。最初は言うときまい、あれやばい。最悪。最悪だ。すげえ。あれどうなってんだって声を聞きます。愛用していた革靴をプレゼントするよ、欲しい方応募してくださいで、それをねだって決めようってここに、はい、応募をねまとめてもらったんですけど、あ、コメント付きなの。コメントがついてるから、うん、風俗に履いていく良い靴がないので。いや、その時用の。そう。パスポート買ってつけようです。さあ風俗行こうで履く革靴とか。風俗では必ず靴を脱ぐから、うん、靴が目立つんだと。はあ。こういう靴履いてるんだって。ジョーにモテたいやつです。あ、そういうことか。ジョーに靴でモテた人いるの。そもそも。何人来たかと言いますと、782人です。すごい。すごくない。おもろい。いやー、782分の1ですよ、皆さん。これ相当な倍率になりました、はいはいはい、今日決めようと。本当にこれは決めるんですよ、はい、だからまあまああいつも疑いながら来るんじゃない、また、うん、違うと、まぶすと、うん、俺決めるんだと。あ、それなら本当にそれで終わりそうだなってなると思いますよ。まぶすわけがない。まぶす気がない。まぶされる気でいるのかな。で、決めてる間にちょっと喉乾いたなみたいな感じで、はい、兜と、はい、コーヒーみんな人数分入れてあげてくれと、はい、言いますよね、はい、そしてそのコーヒー、富山ブラックラーメンのスープだったら。やりましたよね、藤山に。あの時、なぜ藤山にやったかっていうのは、ここで仕掛けるための練習をしたかったからです。そうだね、だいぶ前じゃなかったですか。ここが本番ですから。藤山で試作して、はい、叩いて、ノモで、ノモで本番なんですよ。富山ブラックラーメンのあのカップヌードル、はい、カップラーメンだ、カップ麺、カップ麺はあれ当時の限定商品だったらしくて、はい、ちょうど販売してる、どこにもなかったと、はい、で、なんでじゃこれあるんだと言ってあげて、カブと、僕の、お客さんが富山出身の方がいらっしゃって、うん、その方から僕がいただいたやつが家にあったと思い出して、お客さんというか彼は副業でホストやってました、ね、やってないでしょ。そうなんだ。いや、そうなんだじゃない。いや、お客だよね。違う、普通のライブのお客、お笑いの方のですよ。先々月ぐらいに多分いただいたやつだったんで、よかった、兜が一人なしで。いやいや、違う。ちょ、なんでそうなるんですか。この時のためにですよ。この時のためにですよ。物は言いようですけど、本当そうなんですよ。ちょっとすいません、はい、ちょっと報酬の方が、勝負しろよ。え、勝負しろよ。な、一回もさ。気持ち悪い。うぅ、あ、気持ち悪い。すっげーよ。あ、本当ですか。せーの、もう一つ。これはこれで徹底でやりまして、マスクもつけようよということで、トータルテンボスマスクをうちのマネージャーが大量に作りました。香り立つ国っていう漫才ツアーのロゴ、これも差し上げましょう。その方にね、その方に写真も送ろうよみたいなノリ流れにして、太一にもしてもらうと。マスクにロゴをびっちょびちょに吹きかけておきましょう。びっちょびちょ、うん、あ、ほぼもう、もうね、なに、もう、え、一緒じゃん、待って、あれすごっ、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、これ、え、え、これ
必勝！投げお久しぶりです。何の疑う余地もない。ほら、もう全然わかんない。ああ、ここに綺麗にまたしまっておけば疑う余地がない。はい、回ってる。うわ、湿ってる。これどうですか。うっさ。これはまでもほばばで乾くんで、ちょっと換気し、換気しよう。はい、これで準備完了です。はい、ネタです。なわちどもどリアクションを楽しみましょう。田村正和みたいな。さあ、始まりました寿司企画。天ぷらです。袴です。カブトです。しのみです。ネタです。なわちどもです。素晴らしい。やったー。しっかり導入行ってきましたね。ありがとうございます。もうメンバーとしての自覚が。はい、さあ、このメンバー、もう篠宮さんがここにいる。じゃあ誰がカメラ回してるんだ。はい、そう、藤山さんです。いや、違います、違います。そんなわけないじゃないですか。びっくりした。山の金魚です。山の金魚というね、はいはい、世の中で一番嫌いなものを聞けば皆さんピンとくるかな。山野の世の中で一番嫌いなものは何だっけ。マンですね。こいつっていうのは合ってます、合ってます。一番嫌いなもんが、ちょっとなんか分かち合いそうな気がしないわ、あいつとは。ね、俺たちはマッコ見たくて頑張ってる。そうなんですか。見たくて頑張ってる。そうなんですか。見たくて、触りたくて頑張ってきてる。スーツ何言ってるんですか。今日は今日はちょっと日本プロ麻雀連盟の、グランプリマックスの実況、決勝戦の実況者、プロ麻雀のね、はい、実況も手掛けてますから、実況も生放送を終えて、ここに駆けつけて、はい、今マックは見たいと思います。ですね、野さん、はい、ようこそ。ようこそ、ようこそ。今日はだったらいいですね。いやいやいや、まあ、そのシナリオだって、あなたの靴持ってきてくれました。ああ、靴は持ってきました。はい、はっ、こいつ。そうですよ、皆さん、もう綺麗にしていただいて。いや、もう、はい、これいよいよ手放すってことですよね。かっこいいですね。いや、なかなかの年季入ってますよ、これ。マジで、すごい、ほら。あ、ドジャースの革靴だったんだ。いや、ダナーで。さすがにそこまで、このドジャース。こんな売ってないっすよ。世に出る前の太一くんの足元、これの記憶なんですよ。だって、10年履いてましたよ。すごいよね。10年もんっすよ。これすごい物持ちよくない？なんか。で、しっかりした革なんで、うん、別にまだこの先の何年も履けますし。履けるのに、なんで履けるのよ。言ったからね。健常ですよ。いやー、すごい。で、これはまず第1回目のやつじゃないですか。はい、はい。で、第2回のやつも前回ね。はい。はい、じゃんけんポンの手がポンって飛んでいくやつでもまた負けて、そこで上げる靴はもう用意したんですか。こいつですよ、誰だ。相手だ、相手だ。言ったでしょ、オールスター買うって。新しい買ったんすよ。新品じゃないですか。こいつ手放してからこれ履いてるんですよ。かっこいい。これをもう手放すの決定で買ってるんですよ。マジこれ1回目のやつの発表しちゃっていい。人数来てるんですか。すごい、まとめていただいたんだけど、総数、応募総数780人。あ、やばいな。え、やばい。782人。やばい。いやいや、待ってください、履けないって。そんな、え、これ29なんですか。でかっ。え、そんなのね、全員が29かってわけじゃないよ。あ、マジですか。ないけど、やっぱ記念として欲しいとか。ああ、そっか。もちろんサイズ的にぴったしって人もいるんだろうけど、履いてほしいな。でもまあまあ、でもそんな求めてくれてたら嬉しいっすよ。だろ。これ定価いくらでしたっけ。3万ぐらいです。わあ、すごい嬉しい、この人数は。で、はい、その782人があれどうなってんのってなってたんだけど、結構時間空いちゃったから、うん、確かに音沙汰ないと思われる。そうだから、2回目のやつはちょっと減って、はい、今500人です。来てるな。あの緑のコンバース、緑の、まあ、緑のコンバースとも知らないけどね。これをご覧になってる時はもう締め切られちゃった。ああ、そうなんですね、はい、これはだからもう舞台で漫才以外の時はこれ入ってきてます。なるほど。あれかってなる、見えるから、うん、確かに。あ、で、吐き古して、え、吐き古して、それまでは、はい、で、また締め切られた後また呼ぶから。わかりました。あ、はい、その時はマムシ会だと思ってよ。
こう決めるだけの意味ない。じゃあ今日はもう、ま、えマジのこれマジでこれ決めないという意味ないじゃん。あ確かにね、はい、確かにこれをあげる人を決めたいって思う。そうそうそう、はい、782人だよ。どうするよ、もうどうやって手分けしようよ。まずいやこれマジでどうやって決めるんですか。コメントで選ぶ感じ、うん、そうだね。あまあだから何枚やのこれ。780コメントあるんですか。780って何枚だ。一応欲しい理由も書いていただいて。そうなんですね、ちょっとさ、めぼしい、はい、お名前をフルネームで言うのはちょっとそのちょっと個人情報なんで、ね、はい、下の名前にします、まあ、うん、下か上か、はい、おにゃぐち和弘さん、風俗に履いていく良い靴がないのでなるほど、風俗に履いていく。どういうことっすか。すいません、は風俗に履いていく、だって風俗にだって履いていく用の靴でしょこれは。いや風俗用の靴なんてないでしょ。これ書いて風俗行ったことは当然あります当然ありますけど、上にモテたいからね、はい、いやいやだってどうせ脱ぐよね風俗って。別に何でもいいっすよ。いやいややばい人いますよ。佐藤ほにゃららさん、はい、メルカリで売ります絶対あげたくないこんな人そうだからみたいな。ほにゃもとまさしさん、自分もすなわち飲むになりたくて。ああなんか前田ほにゃまろさん、うん、根立てすなわちのもに返すって言ってます。素敵な人、その方にしたいです。すごい、ダメですね、この方は漏れなくあげれないです。なんでですか、すごいいい人いる。原田さん、はい、娘の代わりに書きます。根立てさんをパパと呼んでたため。あれ、はあ、ママとしてたみたいなでもなかなかのその確率で29センチぴったりですみたいな方もいるの。何人かいらっしゃいますね、シンデレラが北本さん、はい、主人が根立さんのファン。ありがとうございます。私が根立さんが靴を買ったイオン大宮西店に勤務していて、購入された時間に勤務中で階層が違うとはいえ数メートル範囲内にいたと思う。同じ空間にいたっていう共通点か。あのサンダルを買った時にいらっしゃったんだっていう方でいらっしゃる。すごい。でもね、これね、ネダってすなわちノモ知らないけど、これを見てファンだった方多い。いや、めっちゃ嬉しいです、それは。この方にするしかないようなコメントの方いますよ。ほにゃせりょうさん。はい。ネダってすなわちノモの靴、すなわち僕の靴だからって。すごいジャイアン的な。ジャイアンですね。かなりジャイアン。その方めっちゃいいです。すなわち僕の靴。すなわちのもすなわち僕の靴、うわー魅力ありますねその方、どうしよう。あ、囲碁将棋さんの漫才一度見たことないけど、セミの抜け殻を食べてから好きになりました。でも漫才はまだ見てません。見てよ、見る気もない感じで。まあまあまあ漫才はね、好き嫌いありますから。そうネタっていうのは。あ、喉乾いたな。コーヒーなんか入れようか。あ、はい、ちょうだい。あるよな、今週ありますから。ちゃんとこの会議感がいいよね、はい、マジで誰にあげて。最後はお前が決める。いやこれマジ決めらんないっすわ本当に。これマジでどうやって決めればいいっすか。いやまあじっくりね、靴がかっこいい全部ね確認してもいいぐらいです、いやこれマジ。あ、太一さんもいらっしゃる。あ、自分の名前も太一なので太一つながりで。根立さんいないかな。根立はあの本当にいないっすよ。名字根立って日本に何人。ですね、あの富山の方にいらっしゃるらしいんですけど。富山にいるんだ。先祖が富山らしいんですよ。そうだ。いやこれマジでこれ本当決められないですわ。まあ、ありがとうごめん。ああ大丈夫大丈夫。マジで決められない。今回はね、責任重大だから、まあ俺たちじゃ決めれないよなもう。はい。ノモに決めてもらったらもうしゃあないわ。確かに。紹介した中で記憶の。あ、すいません。マジすいません。何も汚ねえな。ああ。すいません。おいお前。止めてください。なんで吹き。ああ。待ってよ。何してるの。いや、コーヒーじゃなかった。コーヒーだよ。いや、コーヒーじゃなかったっす。何これ。まあ、何。コーヒーじゃなかった。コーヒーって本当すみません。何ってこれ。何ってこれ。おい。本当すみません。いや、コーヒーじゃなかった。もう一回飲んでみろって。これ何すか。あ、違う違う、これマジで何すか。なんでこれで浮くんだお前。これ何、醤油じゃん。醤油じゃん。醤油じゃん。いやマジで醤油だ。いや醤油っすマジで。醤油でダメ。違う醤油だって。これ分かんない。ペッカルこれ何マジで教えてください。何富山ブラックラーメンのスープだよ。ラーメンか。
ほんとしてる。ラーメンラーメン、いやラーメンにしても濃すぎるって。え、いや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 、まあこっちだね。誰よ、もうこんな、このページじゃないだって。じゃあもう、ね、このページ一番上、このページ一番汚れてる人だね。302の方、うん、お名前も藤村ほにゃららさん、うん、藤村ほにゃららさん、はじめまして。こういうものに応募するのは初めてですが、寿司ボーイズさんの動画を以前から拝見していましたが、根田さんの面白さをこの YouTube で発見できたこと、サイズがぴったりだということです。現在はアフリカで働いているため実家の住所にしております。アフリカですごい人になったよ。すごいアフリカで、このここがアフリカの地を踏むかもしれない。マジですか。アフリカの地を、アフリカで入ってくる、もうこの方でしょ。え、国境を渡ってくれるんですか。アフリカ国境を渡るぜ。いや、もう差し上げます。差し上げよ。言ってアフリカの地で履いてる写真が出たら、ああ、めっちゃ見たい。食ってほしいよ、はい、ちょっとね、マジ見たいっすね。じゃあ、よかった、藤村さん決定で。決定、おめでとうございます。ちょうど、そうだ、今日マネージャーから、あー、もうちょっと気持ちよかった。これはお前、こすぎるって。マスクが来たから。え、生マスクですか。マスクが来たから、これをあげよう。え、めっちゃかっこ、トータルさんのっすか。そう、つけて。あ、すごい。写真撮ろうよ。あ、いいっすか。いいっすね。このマスクだよっていうさ。そんで、めっちゃいいっすね、これ。くつくつで写真撮ろうって、今。ああ。うん。こうやってもがいてるときに、この履いてる靴がいずれあなたの元に行くかもしれませんよ。まあこれは差し上げますけど、2回目も、当選者発表する日を楽しみにしておいてください。また来週、さよなら。You look